私は、上越市教育委員会学校教育課の高橋と申します。今日司会を務めます。どうぞよろしくお願いします。それでは午前に引き続きトークイベントの第2部、ワクワクする学びって何ということで、これから始めたいと思います。第2部はさまざまな分野の皆様によるオムニバス形式のミニ講話です。ワクワクする学びをテーマに、そのイメージや具体についてご自身の体験やお考えをもとに自由に語っていただきます。お話を聞いて皆様それぞれがワクワクする学びのイメージを持っていただいたり考えていただければ幸いです。それでは早速いきたいと思います。最初はプラウ株式会社本田ウォーク代表取締役石塚健一郎様です。石塚様よろしくお願いします。